はい、今晩の夕食紹介の時間でございます。ご覧いただいているのが、私がいつも自炊するいつもの夕食のメニューなんですね。何から説明しようかな。例えばこれね、ほうれん草、小松菜ですね。小松菜と油揚げとそれからしめじのこう和え物ですね。これをさっとこう焼いてるような感じで、焼いてるからね、炊きつけたような感じですね。それからこちらが野菜炒めですね。野菜炒めは豚肉とそれからキャベツ、こちらの方を炒めて、そこにね、彩りで小さなレモンを添え、みかんじゃない、トマトかトマトを添えてます。赤いものがあるとやっぱ引き立ちますんでね、3色で作ってるって感じです。それからきんぴらごぼうがあって、納豆、それからこれもずくですね。もずくってのは海藻ですから、ミネラルたっぷりということでございます。それからこれが味噌汁なんですけども、味噌汁の中の具っていうのはね、わざわざ切り出して使うんじゃなくって、調理した時の野菜の端材を細かく刻んでこの中に入れて具にしてるって感じです。だから生ゴミがほとんど出ないんですよね、自炊をすると。で、お味噌もいいやつを入れて、あとはネギをね、刻みネギを入れてるような感じですね。はい、納豆、きんぴら、野菜炒め、ね、トマト、それからこれ玄米のご飯、で卵焼きがあって、こういったものがあってね、なかなかヘルシーな食卓に仕上がってるんじゃないかなと思うんですけどもね。はい、じゃあいただきます。飲むのは麦茶です。